こんにちは、Fスターの丸山です。今回ですね、2回目のオッペンハイマー見てまいりましたんで、自分の中で感想をまとまってきたというところで、オッペンハイマーのネタバレあり会やっていこうと思います。最初は、通常の上映で見まして、で2回目ですね、 IMAX 上映で見てまいりました。1回ゼロの知識で見た後にですね、いろんな人の感想だったりレビューを見て、であとはその NHK のドキュメントですね、映像の世紀バタフライエフェクトの、マンハッタン計画の回、そしてアインシュタインの誘惑の、テラーの回ですね、こちらも見てまいりました。あと、Netflix で配信されている、アインシュタインの、まあ、映画ですかね、はい、この作品も見てまいりましたというところで、それを見た後に IMAX で、見てきましたって感じですね。はい、で、自分の中でね、かなり感想っていうものが変わってきたんですよね、2回見たところで。はい、っていうところを話せればいいかなと思います。で今回ですね、感想というかレビューを最初の方に話しまして、でその後に今作で描いていた、人間というものについて話していきます。で最後にですね、この作品を通して、どういったメッセージを受け取ったのか、どう生きていくべきなのかってところを話していこうと思います。はい、っていうところですね。で皆さんの映画を見た感想っていうところも、コメント欄にね書いていただけますと幸いでございます。はい、という感じですね。それじゃあやっていきましょう。1回目見た時はですね、結構その映画の、凄まじさ、映画のこの映画が持つパワーっていうところに、ただただ圧倒されたっていうところがあったんですけども、2回目見た、今の僕はですね、かなり恐怖というか、かなりゾッとしましたね。今この時代に生きてるってことにかなり緊張っていうものをね、覚えたというか、そういう感情が生まれてきましたね。2回目の方が食らいますね。主観的だけどフラットに描いてるなっていう印象になりましたね、2回目見て。コンさんがね、ほぼオッペンハイマーの主観から描いてた作品でしたよね。カラーの部分はオッペンハイマーの主観で、モノクロの部分はね、そのストローズの視点から描いているというか、客観的に見たオッペンハイマーの視点から描いているというところの構成になってましたね。っていうところで、基本的に主観で描いてるんですけども、そういったね、別の面、オッペンハイマーを別の視点から見た、視点も入ってきたりとか、あとは主観で語られるんだけども、まあ決してよく見せようとしてるわけでもないんですよね。オッペンハイマーの都合のいいシーンだけじゃないんですよね。ジーンとの不倫のところもあったりとか、こう一筋縄ではいかない人間だっていうのを、しっかりと描いてる作品だったなという印象ですね。今作ね、かなり重厚でね、緊張感がある社会派な作品だとは思うんですけども、やっぱりね、ノーラン作品というところで、エンタメ性がね、かなり担保されてたなと思っていて、まあ言っちゃえばグッドフェローズとかウルフ・オブ・ウォール・ストリートとかね、あのスコセッシの史実を元にした作品のね、構成というかね、そういうところに近いかなと思う。一人の人間にフォーカスして人生の上がりと下がりを見せるっていうね、この構成が、やはりそのエンタメ性があるなと思うし、あとは中盤ぐらいになるとね、結構ミステリー的な裏切り者を探すような展開になっていったりで、実験が成功すると、それ以降はね、聴聞会が、軸になって展開されていくんですけども、両親の呵責というか倫理観、この人の倫理観はどうなんだっていうね、そこにこうフォーカスしていくっていうところも、時系列シャッフル以外はかなり、王道の、電気映画の展開になっていたなというところですね。時系列シャッフルってところもこの作品に関しては良かったんじゃないかなと思っているタイプなんですけど、時系列シャッフル自体がなければね、見やすい作品になっていたとは思うんですけど、公聴会と聴聞会のシーンが、入り乱れて始まっていく冒頭っていうところも、謎と今作の軸を掲げて、でどうやってここに繋がっていくのかっていうのを見せていく。でだから要は基本的には回想シーンみたいなことなんですよね、今作。徐々に真実が明かされていく面白さっていうところが今作の、大きなギミックの一つだったなと、それが効いてたんじゃないかなという印象ですね。やっぱ今作すごかったシーンっていうところで言うとね、やっぱ冒頭から入ってきた、イメージ映像ですね。しかもあれ実写でやったらしいっすね、なんならすごいっす。本当にやっぱノーランの実写に対するね、こだわりってところはね、未だに強いなという感じでしたね。もう圧倒的なイメージシーン、
がちょいちょい入ってくる。輪っかがこう揺れてるやつとかね、こんなイメージす持てないですよ普通ね。これはすごかったですね。あとオッペンハイマーがねスピーチするシーンですね。ここはね、本当に危機迫るものがありましたね。あの演説のシーンをきっかけに心境の変化が明確にね出てくるっていうところがあって、うん、ここはすごかったんじゃないかなと思いますね。後ろの背景が揺れてるってところで、まあ序盤の方にオッペンハイマーが言ってた揺れてたいってところとちょっと重なってきてね、いろんな考えを凝り固まらせないで、柔軟に、いろんな考えを取り入れて生きていきたいっていう、そういう意味での揺れていきたいっていうねセリフだったと思うんですけども、ここに来てねその考えで生きてきたことによってこういう結果になってしまったっていうのが見える、あの背景の揺れのシーンだったなと思いましたね。さらに原爆のね被害ってものが、幻想として見えてくるっていうところも、いや非常にこのいろんなものが違う意味で見えてくるっていうね、めちゃくちゃ怖いシーンでしたよね。ノーラン作品の中で一番演出としてすごかったシーンかなと思いましたね。あとやっぱりねその原爆を落とす場所を、会議してるシーンですね。あそこはねやっぱねきつく、よりきつくなったなと思います。2回見てね。腹の奥がズーンとね、重くなってくる感覚がね、めちゃくちゃありましたね、あのシーンはね。しかもちょっと、政府側の人間がね、ちょっとその、京都はやめようとかね、いうね、ことを言ったりするのもね、ノーラン的にはね、批判する視線で、あのシーンを入れてると思うんですけど、そんな簡単に、落とす場所を考えてたんだ。やっぱあそこのシーンはね、ゾッとしました。よりゾッとしましたね。っていうところですね。あとやっぱね、トリニティ実験のシーンはね、とてつもないですよね。オッペンハイマーが学生時代からずっと見てたビジョンってものがあそこで初めて具現化したっていうところで、ある種神秘的に見えるんですよね。なんですけども、その後の爆音で現実に一気に引き戻されるっていうね演出がされてましてね、ここのシーンはねとんでもないんじゃないかなと、素晴らしいとも言いづらいですね。圧倒的なシーンだったなと思いましたね。で今作がね描いていた人間というものを話していきたいなと思うんですけど、まあまずオッペンハイマーの部分ですけど、かなり危うい人間だっていうのが、判断を誤る人間だっていうのがね示唆されていくと。でそれが順番段階的に、出来事が大きくなっていくっていうのが、非常にうまかったなと思います。最初はね青酸カリ、リンゴに青酸カリを入れると。ただその学生時代の、オッペンハイマーですね、倫理観がまだあったんで、そこはギリギリ踏みとどまることができるんですけども、その後のラビが物理学300年の集大成が大量破壊兵器でいいのかっていうところを問われると。その当時はナチスに先を越されてはいけないということの、使命感っていうところで、そこは突っぱねるんですけど、でその後に、まあ、ムーアも出てきたりとかアインシュタインも出てきたりとかっていうところでオッペンハイマーを踏みとどまらせようとするんですけども、そこはまだ、使命感によって止まらない。一個大きいところはやっぱジーンの、自殺のところですよね。自分の行いによって、初めて人が死んでしまったと。ワンカットだけねジーンの頭を水槽に押さえつける人の手が出てくる。あれはオッペンハイマーの自分が殺したっていうね、メタファーになってる、カットだと思うんですけども、初めて自分のせいで人が死んでしまったっていうこの罪っていうものを、初めて体感する。あとねパッシュに嘘の供述というか嘘の話をするシーンがあるんですけども、そこもね自分の利益のために危ないことをする人だっていうのが、見えるシーンでしたね。っていう感じでね、こういうシーンがあることによってこのオッペンハイマーっていう人がね、信用していい人なのかというか、科学者として素晴らしい面もあるんだけども、判断は誤る人だっていうのが、描かれていく。そういうところでもね、さっき言ったフラットな目線っていうところがあるなと思ってますね。でその後に、まあ、爆弾作ったことに関しては後悔してないんだけど、誰かを死なせたことに関しては後悔してるっていうね感情が、あるっていうのが徐々に出てくる。3時間の中で一人の人間のね心情の変化を描いてるっていうところで、人間が持つね矛盾っていうところを、一つ描いた作品でありましたね。でオッペンハイマー以外にも矛盾を抱えてるシーンっていうのがあって、原爆をね落とす、場所を、会議してるシーンがあったんですけど、その政府の人間がですね、京都はやめようって言うんですよね。京都はめちゃくちゃいいところだから、歴史的にも文化的にも価値がある、街なんで、まあそこはやめておこうっていうシーンが
あるんですよ。その後にねちょっと笑うんですよね。日本をね壊そうとしてる筆頭の発言とは思えないですよね。ここでもね矛盾っていう、人間が持つ矛盾っていうところを表してるシーンだったなと思いますね。人間の醜さっていうところをまざまざと表しているのがストローズでしたね。ロバート・ダウニー・ジュニア、ちょっとすごかったですね。ストローズのね嫉妬心だったり、そのなんでしょう、まあ官僚になりたいって言ってたから、そのなんでしょうね、まあ権力に見せられた人間というかね、そういったところの人間の汚い部分っていうものを、一挙に受けて、体現してましたね。まあ人間が持ついろんな特性ですかねっていうところをいろんな人間を介して表している作品だったなと思います。本作ねどんなメッセージでどういったものを受け取ったのかってところなんですけど、やっぱさっき言ったように人間のいろんな面を描いてるっていうところで、今後ね、僕たちがどうやって生きていくべきなのかっていうのを問う作品になったなと思ってますね。一個の判断のミスでねいろんな人を殺してしまう可能性があるというね、それが誰しもあるっていうのを、考えさせる、それを、3時間通して見せられたなという感じでしたね。あとは反戦反核ってところはやっぱ確実にねあるなと思ってて、オッペンハイマーが演説するシーンの中で女の人が、被爆して肌がこうただれていってる女の人が出てくるんですけど、その人が、ノーランのね娘さんが演じてるそうで、そういうところを見ると自分の娘にねこの役をやらせるって相当な覚悟あると思うんですよね。やっぱ自分の娘に実際にねそんなことになってほしいわけないと思うんでね、っていうところで核兵器に対してやっぱ反対なんだろうなっていうのは見えてくるし、雨が降ってる池を見ていずれ起こるかもしれない核戦争ってものをオッペンハイマーが見るビジョンがあるんですけども、やっぱそこを見るとね今そのもういろんな国が核兵器を持ってる時代で本当にね核戦争が起きるかもしれないしね、まあ冷戦時代とかかなり危なかったそうだし、そういった面でねかなりゾッとしたっていうのもあったしね、今この時代に生きてるっていうところを、まあ、何を考えて生きていくべきなのかっていうのを問われてる作品でもあったなと思いますね。ノーラン自身もダークナイトがね世界的にヒットしたじゃないですか。でその後に、バットマンライジングでね、公開された時にアメリカの劇場でね銃の乱射事件っていうものが当時ありましてね、ノーラン自身もねものづくりしていく上で考える部分があったと思うんですよね。自分が作ったものが社会に影響を与えてこう誰かを殺してしまうかもしれないっていうその考えがあったんじゃないかなと思ってまして、まあ、ものづくりに対する、姿勢っていうものを、考える作品だったのかなと思ってますね。まず何のためにものを作るのか、でそんで、その作ったものがどういった影響を社会に与えるのかってところをもう少し考えてやっていかなきゃいけないなと思います。僕も一応本当に、まあ、映像業界の端くれの人間としてね、自分が作るものが何のために作られるのか、作ったものが社会にどういった影響を与えるのかってところをもっと考えて行動するべきだなっていうのはかなり考えましたね。でやっぱ映像でもよりね面白いものを、面白い番組を作ろうとしてやらせってものが、昔はあったし、雑誌をもっと売るためにこれ真相どうかねまだ分かんないけど、虚偽の証言をしてしまうこともあるっていうね、まあ分かんないけどね、実際にあったことかもしれない、これは分かんないですけど、倫理観ってものをもっとね、考えて行動しなきゃいけないなという思いになりましたね。まあ YouTube もそうだしね、 YouTuber 結構最近多いけど、やらかす YouTuber の人多いですけど、まあそういうところもあったり、倫理観ってものをもっと考えて、行動していくべきだなと思いました。はい、そんな感じでございます。皆さんがねこの作品を見てどう思ったのかってところをねコメント欄に書いてもらえますと、幸いでございます。これはね本当に勉強したい、よければ高評価チャンネル登録お願いいたします。でね、概要欄の方にいろいろ貼ってありますんで、よければ見ていただけますとありがたいです。それじゃあまた。